マリー・テレーズ・ド・モデーヌは、モデナ公国の公女、オーストリアイコール・エステ大公女。モデナ公フランチェスコ4世の長女で、フランスブルボン家の多い継承者である、ボルドー公、シャンボール・ハク・アンディ・ダルトワの日となった。ドイツ語名は、マリア・テレジア・フォン・エスターイコール・エステ。マリー・テレーズ・マリー・テレーズは、復興に、フランス王だったマリー・テレーズ・シャルロットによって、シャンボール・ アンリの妻に選ばれた。マリー・テレーズは、ローマ・カトリック教徒であり、オルレアン家であるルイ・フィリップの七月王政を認めていない王族だった。またその他のいくつかの事情によって、ブルボン家は、オーストリアイコールエステ家と関係を持とうとしていた。しかし夫となるアンリは、実際には、マリー・テレーズの妹のマリーア・ベアトリーチを好んでいた。オルレアン朝時代の1846年、 ブルボン家の長となっていたアンリと11月7日にモデナで代理結婚を同月16日にブルックアンデアムーアで正式な結婚式を挙げた。夫のアンリは復興世紀のブルボン朝最後のフランス国王シャルル10世のジナンベリー皇、シャルル・フェルディナント両シチリア王女、マリー・カロリーヌの息子である。マリー・テレーズとアンリの間に子供はなかった。 1883年8月24日に王政復興を果たせずに、アンリが死去した後、マリー・テレーズと少数のアンリの支持者は、ルイ14世の男系子孫の年長者として、アンリの登園にあたるモンティソンハク・フアン・カルロスが、後継者であると主張した。フアン・カルロスの妻は、マリー・テレーズの妹のマリーア・ベアトリーチェである。マリー・テレーズは、ゲルツにある聖マリア受体告知会で、 フランス王室のための墓地を建てるのに尽力した。ブルボン家の墓所は、この教会の修道院内に集まることが、マリー・テレーズの希望だった。アンリが死去した3年後の1886年3月25日に、ゲリッツで亡くなった。ありがとうございます。